はい、皆さんこんにちは、サルです。今回はポケットストーブのごとくについて考えようと思います。この上の部分がね、ちょうどいい網になると幅がぴったりなのでこう乗ります。今度はこれですね、 S ビットのミディアム、こっちもね、ちょっとこう前回の時に使えるごとくやってみようかなと思います。候補はこれですね、万能トレー商用水切り網。では切る上でこれをニッパーでやるとね、ちょっと辛いんでね、こういうのを使います。キャンドゥで見つけてきたね、家庭用の大型ニッパー330円。切断能力約3ミリまで切れますよということでね、言うことないですね。直径3ミリだったら切れますよと。使用できる洗剤はアルミ、銅、軟鉄です。板金の切断や焼き入れした洗剤の切断はあまりできませんよと。で、あまり強い力でやると刃の噛み合わせにズレが出るので注意してくださいねというようなことが書いてあります。はい、これがね、330円で買えるということ自体がね、素晴らしいなと思いました。こういう感じですね。何の申し分もないというか、よくこれ330円で出したなっていう、まあそんな感じです。これ使えばね、簡単ですね。この辺からバシッと切ります。いきますよ、こうですね、切ります。はい、簡単です。はい、簡単です。で、ここ全部切らないといけないので、ここを全部切ったら、ここに入りますもんね。特に連続してる部分はサクサクと切っちゃいましょう。はい、切れました。あ、そうかそうか、びっくりした、今端を切ってないのでなんで落ちたんだって今思ったんですけど、そうですね、こういう風に切ったんですね。はい、これね、切りました。で、置いてみますと、あ、こっちですね、置いてみますと、ぴったりじゃないですか当然なんですけどね。あとはよく見るとこういう感じですもんね。この上と下は余ってますね。余ってる感じですね。ギリギリ入れてやって上と下が一本ずつ余ってる感じなので、ここで切りましょうかね。これ引っ張ったら外れるんですけど、多分思いっきり力入れて、だから力入れてこう引っ張った時に他の部分も外れると嫌なので切った方がまあ無難かなっていう感じですね。か、切らずに曲げてやるか。だけど切らずに曲げてもこれ使い道ないですもんね。ということで切りましょう。まずは、はい、ここを切ってみました。こうなりますよね。そうですよね、まあ想定通りですよね、これはね。で、この S ビットの場合はウィンドスクリーンついてるので、もともとこういうね、ちょっとした風よけ、奥側だけなんですけど、まあけどそれも干渉しないので特に問題なさそうですね。はい、まあこれやっぱどう考えても必要ないので切っちゃっていいですね。ということでここ切ります。はい、はい、切っちゃいます。で、後で曲げましょう。先に曲げた方がいいかな。そうですね、ちょっと曲げ方を失敗するとこっちを使いたくなるかもしれないので、先に曲げてみましょう。なあ、これでいいかな。まあいいでしょう、おそらく。ちょっとこの辺りはね、下手するとプチッと外れちゃうんですけどね、こんな感じで、あ、うまくいきましたね。あ、うまくいきました。まあ軽いね、溶接っていうか、そんな感じだと思うので、下手したらね、こんな風に曲げると折れちゃうと思うんですけど、
割れると外れちゃうと思うんですけど、なるべく外れないように、ゆっくりとね手の感覚を大事にしながら、いけましたね。はい、いけました。そうするとこれはこうでいい感じ、いい感じです。端っこがねもう本当にこの線のところですけどね、いい感じです。もうちょっと内側に向けてもいいけどね、まあ上から入れやすいのでこれにしましょう。ということはここはねちょっと余裕があるけど、ここで曲げてちょうどいい感じになると思うので、これももうそのまま曲げちゃいましょう。このギリギリ曲げるとね、多分ね本当に溶接が外れちゃうので、ギリギリじゃないとこを持ってこういう感じですね、こういう感じですね。ちょっと内側に向けても良さげなのでこれぐらいで、こっちもギリギリじゃないところを持った上で、よいしょ、もう手でそのままいきますけどね、ラジオペンチ使わずにこれぐらいいけました。両方ともいけました。あとでねここね安ってやらないとね、ちょっとトゲトゲしてますから。で、はめてみます、はめてみます。いきますよ。おー、何を喜んでるんだっていうね。はい、これぐらい、ちょっとね、どうかな、4ミリぐらいは余裕があるので前後します。で、横にはまあ1ミリぐらいね動くぐらいね、ほぼぴったりという感じでできました。はい、ということは収納するときもこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、いいですね、いいですね。まあですね、この場合爪がね2ミリは上に出てますからね、この横に渡した針金の上端よりも上に2ミリぐらいは出てます。もしかしたら 2.5 ぐらい出てるかもしれません。まあそういう意味ではね、この爪よりも幅の広いものを乗せる場合はね、結局爪の上に乗っかってるんだって、ここには乗ってないんですけど、まあこの両方の爪よりも狭いもののちっちゃいもの、まあそういうものよくある、まありますよね、乗せる場合にはこの上に乗るということで、とってもいいと思います。あっという間にできました。はい、あとはヤスリでやすっておきます。はい、まあこのね S ビットミディアムを使ってる人が一体どのぐらいいるのかというとね、すごく限られた人のような気がするのであれなんですけど、ヤスるシーンはね、もう一つの方、ちっちゃい方のポケットストーブではちょっとカメラ回してなかったんでね、撮ってなかったんですけど、まあ地味にこうやってヤスるだけですよ。こういう太いやつで粗削りをして、で中くらいのやつで、まあある程度細部を整えてで最後の仕上げはもう本当に一番小さいやつ、でもこれダイソーですよ、これもダイソーですよ、もう全然100均で今のはね大丈夫ですから、まあ、いいの持ってる人はねそのいいの使った方がいいんですけどね。でできました。お、いいですね。前って言うとやっぱ鉄なんでね、熱してるとねそのうちこう、錆びてきたりね、曲がってきたりね、ちょっとステンレスよりはね弱いと思います。まあけど簡単に作れるんで、またダメになったらね作り直せばいいし、元で110円なんでね、とってもいいと思います。で出来上がりました。じゃあちょっと実際にね燃料を使ってやってみましょう。
適当にねやりますよ。アルコールとかを入れて満タンにね入れてるんですけど、こうなるんですよね。マッチっていうのは絶対いりますよね、冬の朝はね。ガスライターっていうのはねちょっと不安定だし、どうしてもねマッチの方が強いですよね。手でやるとね、ちょっとこう炎とかやっぱ見えないのでね、こういうなんかペンチみたいなものがあった方がいいですよね。レザーマンとか持ってる人はね、そういうのが一番いいですよね。で、クッカーを置いて、今この部屋の気温がね、2.5 度。100cc だけちょっと沸かしてみましょうか。ついてますよね、ちょっと確認。はい、よく漏れてますね。シェラカップ持ってきちゃったな。シェラカップのね、側面に沿ってね、こう炎がね、上に出てくるので、本当はね、シェラカップはこういう時あんまり使いたくないんですけど、この部屋にシェラカップしかなかったので今持ってきてしまいました。もう沸いてきましたね。本当に早いですね。で、こんな風にね、燃えてますので、シェラカップみたいにね、底の面積が狭いものであっても、こういう五徳があればね、簡単に湯を沸かすことができますし、やっぱこう爪の部分がね、飛び出てるので、丸四角網とかだとね、網が傾いちゃうと、シェラカップがね、落ちたりとか、まあ、最悪中のものがこぼれたりとか、まあ皆さんね、いろいろ経験あると思うんですけど、私もありますしね、そういう風な心配がいらないというのはね、非常にいいんじゃないかなと思います。でちょっと燃料追加する必要今はないんですけど、まあさっきね言ったことをやってみますと、こんな風に網を持ち上げて置いて、でその上に置けばね、熱いものでもね危険がないので、で、固体のね燃料なんかを追加して、で、また乗っけて乗っけるとすればね、火がついたまま燃料を追加できるっていうのはね、大きいメリットじゃないかなと思います。一度消えてからね追加しないといけないというとね、消えてからつけるまでの間がね、またどうしても湯が冷めちゃうし、あるいはね完全に消えたと思ってたのに消えてなくてね、危ない危険な目にあったりね、いうのもありえますし、あ、もう消えましたということで、湯もね完全に沸きましたのでね、今回はこれぐらいにしようと思います。あとね、そうですね、使い方としては、例えばまあこいつをね、こんな風にね置いてやることによって、ここに乗せればね、高さがね少しこう持ち上がりますので、1センチぐらい高くなりますのでね、まあ、横風に煽られて炎がねクッカーまで到達しないかなっていう風な時なんかはね、こういう風な使い方もありかもしれません。まあこの五徳として使うっていうのが目的なんでね、それは副産物ですけど、はい、片付ける時なんですけどね、まあどんな風にするかなってちょっとね確認すると、まあ、冷めた状態でね、こういうのを外しましてね、燃料なんかをね入れとってやった方がね、便利だと思うので、私の場合はねこういうものもセットしてますけど、で、ここにぴったりはまります、ね、ここ 1.9 でね長さを切ったので、この高さ2センチのギリギリねはみ出さない感じなので、下からね触っても、当たることはありません。でこの状態でね、例えばこういうもの、これダイソーのねポケティケース帆布カラビナ付きですけど、110円でしたね。でこういうものにね入れてやれば、まあ、安くね手に入るので、
専用ケースね、どうしても1000円から2500円ぐらいかなしますので、安くあげたいなっていう場合はこんなのでもう十分じゃないかなと思いますね。はい、この丸四角編みだとね、幅がねこのポケストよりも大きいので、収納するときにねどうしても網の方がね大きくなっちゃうんですというデメリットがあったんですけど、まあ、こっちに変えることによってねよりぴったりフィットする形で収納できるので、収納した時のサイズがねコンパクトで済むっていうのも一つのメリットですね。この五徳もいい感じでね使えております。こんな風にね温めた後のね紅茶コーヒーがね冷めないような鍋敷じゃないんですけど、カップ敷きにすることもできますね。はい、ということでね、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もよければお願いいたします。